始まりました、うつめ YouTube。 村松です。佐野です。キラです。今回は影響を受けたカルチャーで打線を組んでみたということで、はい、今回は、影響を受けたものや人、カルチャーで、はい、もう自分たちの人生においてどのぐらい影響を受けたかっていうのを、はい、打線という形で発表していこうということでございます、ね、はい、野球チーム、一つのチームだ。そう、チームとしてこう発表していこうと思います。はい、はい、メインとしてはこう自分が影響を受けたものを発表させていただいて、自分はこういうものでこう成り立ってきました。うん、はい、この発表していきましょう。はい、1番スラムダンクです。うわぁ、なに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 、バスケを始めた理由がスラムダンク。あ、そうなんだ。始めた理由がスラムダンクなんだ。美容室みたいな、なんかおじさんがやってる、うん、あ、そうだね。まあ、そこにスラムダンクが置いてあって、それで読み始めた。そこからなんか習いには行ってないんだけど、ちょっと親に頼んで、あのリングとかリング買ってもらって、はい、家で一人でやるよね、必ずそれはもう、バスケが大好きですっていう、はい、バスケやりたいですね。大好きです。バスケがしたいですね。したいです。一番スラムダンク。まあ、僕らの世代だったらやっぱりもう佐野が言った通りだけど、うん、バスケやってたらスラムダンクに影響されてないやつってなかなかいないよね、やっぱり。そうだね、うん。スラムダンク降りちゃいました。へー、一番有名な漫画というとこでしょうかね。はいはい。それじゃあ、はい、キラ監督。キラ監督。一番は。昆布昆布昆布やっぱりね、昆布はね、やっぱりね、もう僕の本当にルーツです。もう全て僕の青春、小学校、中学校の青春は昆布に捧げたと言っても、あ、そうか。はい。2番、木村カエラです。聞いたことない。おしゃれで言ってない、おしゃれで。確かに確かに。カタカナ、おしゃれで。漢字カタカナで。でもおしゃれで言ってない。でもあのね、サクサクっていうテレビにずっと出てたんですけど、それ好きで持ってます。霜降り明星、あの同世代なんですよ、一つ上なんですよ、うん、へえ、あ、そうなんだ。そう、でも M1 も撮ってるし、 R1 もさ、ね、撮ってた、あの滑らない話撮ってたりとか、まあ、うん、まあ、霜降り明星の YouTube 全部見てるんですけど僕、うん、へえ、本当なんか尊敬と、うん、こうなりたいなとか負けてられないなとか、うん、憧れでありね、そうそう、目標でもある。そう、なんか頑張ろうって思わせてくれる、うん、かなり最近の影響を受けてる人は霜降り明星ですね。僕の第2打者2番打者、第2打者バイクー。あ、バイク、バイク、まあ、これはでも最近ですね、はい、最近こう、はい、まあその仲間との出会いもきっかけがあって、うんうん、バイクが好きになって、すごくこう、なんでしょう、まあ、それもなんか文化じゃないけど、昔の結構ちょっと古めのバイクが好きだったり、結構なんだろうな、いろんなところにそれで行くっていう、その武骨なスタイルがすごく気に入ってて、最近だから、これはでも一番最新かもしれないですね、僕のこの打者。ああ、影響を受けた中で最近に影響を受けたもの、新人若手の希望の星ですね。おじさんになってからバイク乗れてたらかっこいいなと思った。そう、だからそのおじいちゃんになるまでそいつに乗りたいなって思った。3番、藤井健太郎さんです。はあ、なんかあんま聞いたことない、ね、やっぱ佐野のこと知らないわ。まだまだベールに包まれてる、うん、めちゃくちゃないです。クイズタレントメーカーとか好き で、で正解は1年後とかもすごいいいな。あ、まあ、まあ今だとね、それは聞いたことある、うん、佐野が水曜日のダウンタウンもね、やってらっしゃるけど、ポップとかめちゃくちゃ詳しくて、でその水曜日のダウンタウンもオープニングとかでパンピーさんが歌ってるんだけど、あ、歌ってね、うん、そう、それでパンピーさん、あ、そういう結構ヒップホップ流れるよね、あやまに。あとかっこいいし、なんかアートワークというか、おしゃれだよね、おしゃれ、そうそうそう、印象に残るしね、かなりね、うん、確かに藤井健太郎さんは確かに見てるわ、いろいろ面白い。3番、エルレガーデン。エルレガーデンを教えてくれたのはその友達。あ、そうなんだ、はい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 、でっていうのが、僕がその友達がドラムやってて、お、そのドラムの発表会に行ったの、エルレをやってたんですよ、そこで。へぇ、それがめちゃくちゃかっこよくて、ビリビリっときたんだ。そう、そこからハマってったの。はい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 、はい、すごい影響受けてるし、オーディションの前とか絶対聴くし、あの高校の文化祭もテーマソングをエルレガーデン俺がしたくて、うん、スターバックっていうテーマソングにしたりとか、でも一番影響受けたって言っても過言でないぐらい、こう僕の中で影響受けてます。あ、は
バンドね、じゃあそのバンド超好きなわけじゃん、うん、佐野くんがギターを最近始めたことどう思いますか？いや、あの見たことないからね、あのやってるとしか思ってない。エレキギター、エレキ、あ、ラッコギだっけ？ラッコギもありますね、バンドを目指すって一人で言ってましたけど、いいですから、ね、うん、まあいや、いいことですよ。いや、いいことだと思いますよ。ただいつかこう披露するようにやってほしい。そう、披露する方にやってほしいけど、はい、はい、じゃあ高校サッカー、まあ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 、そうでしょうね。僕やっぱり、まあ、それこそバスケのお話をしてましたけど、はい、僕にとってもね、やっぱり高校サッカー、もう高校サッカー選手権大会、うん、あの冬正月やる全国大会ね、もう本当胸が痺れる大会でしたよ。でベスト16で敗退しちゃったけど、が最後の、うん、冬か、冬そうだね、選手権ね、うん、選手権か、いや、いや、まあもちろんですよね、うん、高校サッカー。僕らも3番高校サッカーでした。はい、はい、じゃあいよいよ4番です、はい、4番だ、4番ハンターハンター、うえー、まあ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 、もうまあ、もう名作中の名作ですけども、アニマックスっていうチャンネルをね、やってるんだけど、うん、それを初めてつけた時に多分やってたのがハンターハンターなんだけど、あ、多分それぐらいだと思う、アニメ見始めたの、そのアニメ自体はね、はいはいはい、で、漫画今もめっちゃ好きだし、アニメもちょこちょこ見るけど、まあそういう意味ではすごいハンターハンターです、うん、はい、4番、はい、飯島先生、え、4番で飯島先生来る、いや、4番で飯島先生来るんです、それもう草野球じゃん、いや、好きなの野球、地元で草野球やった時じゃない、地元で草野球の名人じゃないんですよ、めっちゃ打ってくれるからとか、いや、違うんです、あの、僕の中学の頃のバスケの顧問の先生も飯島先生で、高校の頃の監督も飯島先生なの、え、違う先生、飯島先生なんだけど、これ2人かかってるんだけど、うん、あの僕のバスケ人生を語るときに、うん、安西先生じゃない、いや本当に安西先生みたいな、この2人はもう本当にもう感謝しかないねっていう、もう僕もめちゃくちゃもう本当に影響を受けたし、うん、こうなりたいなっていう、こういう大人になりたいなっていう2人です、うん、もう誰か知らないから全然共感はできないけど、まあそうですね、まあ、個人名ちょっとここは人格的な感じも含めて、人格も含めて、そう、ね、そうそう、なるほど、いや、そうだね、これちょっと個人名で申し訳ないですけど、ちょっとここはね、出しときたかった、了解です、はい、ああ、そっか、じゃあ次いきましょう、はい、僕の4番、はい、キャンプー、あ、出た出た、あ、いいですか、じゃあ次もういっていいですか、なんでまあでもこれはね、もう今後ここキャンプチャンネルとして多く語っていくので次いきましょう、そうだね、まあもうルーツでしかない、本当に僕のまたさらなる最近というと、まあ 2,3 年ぐらいですかね、ようやく経ちましたけど、うん、もう4番になるほどのものですよね、そうですね、はい、さあ次いきましょう、5番サンデーナイトドリーマーです、なになにこれ、有吉弘行さんのラジオ、ラジオでね、ラジオ、友達が最初聞いてて、それを教えてもらってからすごい聞いて、なんか2人その子とめっちゃ話して盛り上がったことがあるんだけど、まあ、それと「オールナイトニッポン」とかは自分で聞き始めてラジオ聞くようになったのだし、まあ、その「サンデーナイトドリーマー」は友達から聞いて聞き始めたんだけど、まあまあ影響受けたっていうとなんかそっちかな、僕の5番、カキ空客です、あー、まあそりゃそうだよね、まあそうだね、まあもうちょっと早く来るかなと思ったな、一番とか、まあそうだね、でももうでも僕ファンでしたし、なんか重鎮的なところあるよね、そうだね、もうまあまあもう所属しててカキ空客の一員となっていることじゃないかもしれないですけど、うん、まあめちゃくちゃ影響受けてるし、うん、本当にカキ空客で演劇好きになったし、うん、中石さんのおかげで今も演劇が好きって感じなので、うん、まあこれは変わり、もうこれからもずっと多分この9番バッターが必ず入っていく作品、9番バッター9番じゃない、9人の中、9個の中にはずっと居続けるものだと思います、ああ、はい、5番バッター大泉洋さん、あ、北海道出身、やっぱりもう北海道の星ですよ、大泉、水曜どうでしょうとかやってたり、ね、まあ、そういうのもやっぱり北海道にいたら当たり前のように、あれもなんか北海道の文化として当たり前のようにあって、こっちに来て初めてなんか、え、水曜どうでしょうってみんな知ってるんだって思ったら、もっと好きな人がいたりとか、はいはい、車の後ろにスタッフとかやってる人とか、めちゃくちゃ全国的ななんか規模なんだ、いや、そうだって思った、うん、で、コウケもさ、それこそチームナックスが大好きでさ、いや、そう、だからチームナックス入れようか悩んでた、ずっとここに、うん、あの、なんで、うずめ自体がさ、チームナックスみたいなやつ作りたいっていうのから始まってるから、うん、僕、うん、本当にね、すごい北海の星、いや、大泉洋さんはもう素晴らしい、はい、大先輩で大尊敬の人ですよね、はい、でした、はい、次、これ、6
6番かな。はい、いきます。6番、はい、です。おお、なんか佐野面白い、佐野面白い、知らなすぎる俺。